こんにちは、速稼塾の久保です。 YouTube の動画をダウンロードして別のところで利用したいと思ったことはないでしょうかね。非常に簡単にできるんですよ。こちらに今ご覧いただいているサイト、この真ん中ぐらいにね、 URL を貼り付ける場所がありますよね。うっすらとここで YouTube リンクを検索または貼り付けますっていうふうに出てると思うんですけども、例えばね、ちょっと YouTube のチャンネルに切り替えます。この YouTube のチャンネルの URL があるんですけども、この上ですよね。ここをコピーしてですね、すごく簡単ですよ。先ほどのサイトのここに放り込むんですよ。で、この変換キーを押しますよね。そうすると、このように、はい、リンクを取得っていうのが出ますから、このリンクの取得をクリックします。そうすると、ちょっと時間かかりますね。これ1時間20分ぐらいの動画なんで時間かかりますけども、通常ね、5分とか10分の動画でしたら、ものの数秒で変換が可能になります。ちょっと待っていただけますか。もうちょっとかかってるみたいですね。簡単な動画にすればよかったですね。はい。切り替わりました。で、ダウンロードっていう緑のタグがありますから、ここをクリックしますね。そうするとダウンロードされます。左下にこういう風に、だいたい1分ぐらいで、1時間20分ぐらいの動画でしたら1分ぐらいでダウンロード完了になります。もうちょっとですね。はい、ダウンロード完了になりました。そうするとここをクリックしてドラッグして、例えばデスクトップに貼り付けますよね。今デスクトップに貼り付けた状態です。じゃあこれをですよ。例えば、こちらの動画アップロードというコマンドに振り替えて、そのままドラッグしていけばアップロードされます。このようにやれば非常に簡単に指定の YouTube の動画が自分のものになり、さらに YouTube に再アップロードすることもできるということになりますね。よろしかったらご利用ください。